平急穂の C、平急穂の C は、東京都多摩市落合四丁目に生育する、スダジイの巨木である。推定の事例は500年から600年といい、大小2本の木が寄り添うように生えている。1961年に大きい方の木が、東京都の天然記念物に指定され、小さい方の木も2009年に追加で指定された。東京都が指定した、天然記念物のスダジイのうち、 最も受高の高い木でもある。この木の名称に関されている平休保は平らなく墓地を意味する言葉であり、かつては町田市小野路町の地名であった。1973年に多摩ニュータウンの開発に伴ってこの地は町田市から多摩市に編入されて多摩市落合4丁目の一部となった。平休保の周辺は多摩ニュータウンの開発前までは農村地帯であり、 この木は、当地の豪農の庭にあったとも、鎮守の森の神木であったとも言われる。急速な開発に伴って周囲は都市化されたが、木は、平久歩公園の敷地内に残された。公園内の丘陵の緩やかな斜面に、大小2本のシ位が寄り添うように生育し、巨大な万根を発達させて、自らの体をしっかりと支えている。推定の事例は500年から600年といい。 東京都教育庁のデータによれば大きい方の木は樹高25メートル、範囲は5.9メートルを測る。小さい方の木も範囲は3.1メートルあって、2本を合わせると約28メートルに及ぶ大きな樹幹を形作っている。玉丘陵の面影を残す貴重な大樹として、まず大きい方の木が1961年1月31日に、 東京都の天然記念物に指定された。ただし、この木は2本が一体となって、大きな樹幹を形作っているため、どちらかの木の樹勢が衰えると、樹幹の広がりが欠けて風などの被害を受けやすくなり、結局大枝などが支えきれなくなることが予想されたため、2008年3月16日に小さい方の木も追加で指定して、保護の範囲を広げることにした。 樹勢は盛んで、一見森のようにも見えるほどである。この木は、東京都が指定した天然記念物のスダジーのうち、最も受光の高い木でもある。すぐ近くの一本杉公園にもスダジーの巨木が生育していて、こちらは、多摩市の天然記念物に指定されている。AB 東京都が指定した天然記念物のスダジーでは、他に、玉林寺の C、旧細川邸の C、 同山の C が挙げられる。古い文献では、所在地を、魂落合4-7-2と記述してあるものが見受けられる。本校では、魂ウェブサイトや、東京文化財ウィーク2013などの記述によった、ABCDEFGHI 渡辺153ページ、ABC 渡辺69ページ、ABCDEFG 平均保の C、 東京都文化財情報データベース。2015年9月23日閲覧。ABC 東京文化財ウィーク2013通年公開編。東京都教育庁。2015年9月23日閲覧。ABCD 平均保の C パルテノンタマウェップ公開システム。2015年9月23日閲覧。ABC 長瀬57ページ。 AB 東京都の文化財産無形文化財民族文化財名称天然記念物107ページ ABC 市の文化財多摩市役所2015年9月23日閲覧ありがとうございます